クロキロご覧の皆様こんにちはいつもご覧いただきありがとうございますさて先日よりご案内しておりますこちら日本を動かす百の行動皆様お読みいただけましたでしょうか動画ではご紹介できていない部分もございますのでぜひお手に取ってご覧くださいそれでは本日は百の行動六十三、東日本大震災の教訓を生かし災害に強い国へ についてお話しいただきます日本列島は歴史的に多くの災害に見舞われてきました東日本大震災の大きな被害と犠牲を無駄にせず南海トラフの危機、首都直下型地震、富士山噴火、豪雪や豪雨などに対応し住民の命を守ることは国家の重要な責務です一、災害時には自衛隊、民間、NPO が機動的に動ける仕組みを作れ 被害の最小化を図る減災は防災以上に重要性が高いものです復旧・復興活動において自衛隊と民間企業 NPO が現地に入って果たした役割は大きかったと思いますボランタリーなネットワークを現場で迅速に活用できる体制を整備しておくことが重要です二、最新の科学技術を総動員し予知と警報を徹底し ネットや民間活用の情報伝達連絡網の整備を災害時最も重要なのは情報伝達ですやるべきことは一、最新の科学的知見を総動員して災害・被害の範囲を分析し日頃から公表すること二、災害発生時の緊急速報・警報の伝達を徹底することの二つですテレビ・ラジオ・防災無線・携帯電話・スマホを駆使し 被害予測・支援状況を発信し続けることが重要ですさらに、東日本大震災で最も効果を発揮した Twitter、Facebook などの SNS の活用をさらに検討すべきでしょう 3. ハードに頼る殺送を捨てよ防災に名を借りた公共事業の無制限の膨張を許すな東日本大震災は、堤防などのハードによる防災の限界を露呈させました 公共事業を無駄に膨張させることなく、限られた資源の中で優先順位をつけて、合理的なハード面での防災対策を進めていくべきだと思います。被災地では海岸沿いにコンクリートの防潮堤が作られていますが、それが本当に必要で効果的なものなのか、次の世代に望まれているものなのか、しっかりとした検証が必要だと思います。4. 災害の歴史を風化させるな。 3月11日を震災を考える日として後世に教訓を引き継ごう。2011年の東日本大震災を受ける日本人の絆の精神は世界から称賛を受けました。一方で数多くの尊い命が失われた事実を忘れてはいけません。今後も次世代に教訓を引き継いでいくことが必要です。